チャンネル始まりまりす私はこのチャンネルでですね皆さん方に少しでもお役に立てるような株式、為替そういった情報をですねいち早くお届けしたいと思っていますさて今日のお話は昨晩のですね日経新聞の電子版に載っていた記事に「さらばジャパンパッシング」っていう記事が載っていました素通りして中国に行くとまあこういうことなんですけどもアメリカのですね機関投資家ヘッジファンドこういった人たちがですねここ10年ぐらいですねもう日本株じゃなくて 中国株に熱心に投資をしていたとしかしコロナ後のこの戻りの中で中国は瞬間的には戻りましたがもう今や大暴落になりましたねそして何と言っても極めつけはつい先日の中国共産党大会これで習近平さんが第3期目を スタートさせることになったんですがこれがまたとんでもないスタートになりましたね最終的に常務委員だとか政治局員ですとか中央委員を選ぶときのこの名簿をですねギリギリまで違うものを出していてそして当日の朝差し替えてですね李克強さんとか古春華さんを切り捨てただから古今東さんがびっくりして怒って 問い出そうとしたたのでつまみ出されたこれこがもう全世界に見られてししままいましたねそしてアメリカは10月6日からですねもう最先端技術半導体についてあるいはアメリカの最先端の技術の入った商品を絶対に中国には送ってはいけないと輸出してはいけないという制度を決めましたねこれも結構本気なんですよね。で中国は中国でもう強権政治を目指して台湾を力ずくでも取りに行くと。 そしてまた李克強さんのようにまだ67歳の人を切ってしまって経済のブレーンがもう誰もいないんですね今回の乗務員には5年後習近平さんの後になる人はいないと。ということはですよ何もなければ5年後もまた習近平さん4期目に入るとそもそも共同富裕というののは資本主義の否定ですつまり努力してもしなくてもみんな一生がいいっていう考え方ですよね。現実はそうじゃないんですけど ですから世界の基幹投資家は中国株を完全に見切りましたそうするとアジアの株どこに投資したらいいのか一番成長性の高いインドでもこれだけでも怖い安定して非常に割安な日本はどうだだけどもこの10年間あんまり日本株アベノミクスのちょっとした時だけは投資したけどもそれからあんまりやってこなかったんであんまり日本株に詳しい人がいないこういう状態に陥ってるわけですね。そこで モルガン・スタンレー証券のです、ね、ロバート・フェルドマンさんとかが9月末から10月にかけてアメリカの機関投資家を回ったらフェルドマンさんの専門は日本の経済と株なんで、まあ、せいぜい1人とか2人しか出てこなかったのに今回は5人も6人も出てきて熱心に聞くと日本株や日本経済の専門家がアメリカに訪問したらですね今まではまあそんなに関心持ってなかったのがものすごい関心を持って聞くようになったっていうんですね。 それは中国株に入れてたお金をシフトさせる一つの方法としてインド株と日本株だから日本の専門家の話をしっかり聞きたいとこういうことなんですねとにかく日本っていう国はプラザ合意の前までドルのインデックスがものすごく高かったんでドル安を進めることが決まって日本の円はそこからですね半値近くまで200円台だったのが120円 までですね円高になっていったんですけれどもそれまでの日本経済の我が世のが春はこれによっって終わったわたけですねそしてそれから1990年に一度160円になるんですけれどもその後は1995年に70円台そしてまた2000年になってからも70円台80円台というので苦しい思いをしてそしてデフレに悩んでそしてアベノミクスから今復活しかけてきて今為替が146円7円と。 これから日本経済が大復活するっていうことをですねちゃんとシナリオを描いて説明できる人が外国人投資家にきちんと説明をしたらおそらくドッと日本株にお金が流れてくるこういうことになると思いますよですから是非ですね皆さんここ自信持って日本株に投資をするとこういうことをですね是非考えていってほしいとこんなふうに思っています。ぜひですねこのチャンネル登録高評価 そししてて通知ボタンを押してください。お悩みの方は是非 KIS に入っていただいてオンラインサロンですよ KIS 公式版ここに入っていただいてご相談してくださいぼったくりじゃないですうちは月1万円と消費税だけですいつでも万が一皆さんがつまんないと思っても1万1000円で終わりです情報をあげるから40万くださいっていうところじゃうちはありません是非ですね覗いてみてくださいお待ちしてます 動画の最後に失礼いたします。私竹下昭則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版ではただいま新規入会大キャンペーンを行っ おります自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい長期的には奥の資産も築いてみたい毎日の利益も積み上げたいそんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております詳しくくは概要欄をご覧ください